現状後期は日本の学者、研究者。専門分野は経営戦略、イノベーション戦略、科学技術政策、技術経営、テクノロジーマネージメント、イノベーションスタディ。現在は特にオープンイノベーション、サービスイノベーション、戦略的事業継承、ファミリービジネス、環境経営に関して研究。経営大学院、 法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授博士特に近年では外部の専門家の方々との積極的な連携により AI を活用したイノベーション医療福祉分野のデータに基づく新製品開発新規事業展開の戦略に関して研究を行っている同大学院で不定期で MBA 新規事業創出ワークショップ ファミリービジネス、事業継承セミナー、健康経営セミナー、AI 活用セミナーなどを主催している。東京大学大学院工学系研究科修士、家庭修了後、3話総合研究所勤務。2001年から、東京大学工学系研究科アクセンチュア寄付講座、助教授、独立行政法人経済、産業研究所ファカルティフェロー、 スタンフォード大学客員研究員などを経て現職。現場君のり法政大学学術、研究データベース独立行政法人経済、産業研究省ファカルティフェロー、現場君のり、立命館大学、現場君のり、法政大学経営大学院イノベーションマネジメント、研究科工学研究科テクノロジーデザイン講座。ありがとうございます。